江南緑水公園は東京都港区江南4丁目にある港区立公園。面積2206平方メートル。公園敷地東側は景品運河、南側はワールドシティタワーズ公開空地と接続しており、西側は首都高速1号線、東京モノレール、東京都道316号、日本橋芝浦大森線と接する。港区民三角により、 設計案を作り、水辺空間、自然との触れ合いの場の創出、子供から高齢者までが遊び、集う、公園、防災機能の拡充などの整備方針を定め、7億8千万円の整備費を投じて2012年4月に全面開園した。公園の一部は陸上自衛隊芝浦分屯地の跡地となっており、国有地の無償貸し付けを受けている。園内には、梅、オリーブ、 桜、椿、藤、紅葉、アジサイなど豊富な植物が植樹されているほか、噴水や自然観察地などの水や生き物と触れ合える施設、ドッグランも整備されている。また、災害対策として、マンホールトイレ、かまどベンチ、テントを張って、雨風を防ぎ、着替えや救護に使える、日よけ棚、避難想定人数6750人の3日分の生活用水を貯水する。 利水槽などの施設がある。敷地内の一部に東京モノレール、品川変電所がある。これは公園整備にあたり、道路からの見通しや出入り口の確保など利用者の利便性を向上させてより良い公園にするために変電所を降下したから公園敷地内に移転したためである。2017年6月に都市公園法の改正で、 都市公園内の保育所の占有が可能になり、港南エリアにおける待機児童問題の緩和を目指して、2019年4月に、公園内の南側にゆらりん、港南緑水保育園が完成した。式を通じて、ガーデニング教室やペットのしつけ教室、アジリティ教室など多彩なイベントが行われている。また、高縄消防署の総合防災訓練実施時には、訓練のメイン会場となる。 10月には隣接するワールドシティタワーズの秋祭りが開催される。ありがとうございます。